田舎ですよ。子どもの頃は結構山の目の前の神社で遊んで、そのまんま山ちょっとうろついてみたいなのをしてるぐらい田舎ですね。毎日雪かき、一日中雪かきして、でもその間も積もるし、それでまあそり滑りだったりかまくら作ったりとか、そういうことをしてました、ね、あとつらら取ったりとか。つららが結構長いんで、折れずに取れるかみたいなのをやって遊んでました。みかんを雪の中に入れて冷やして食べてみたいな、うん、それが一番楽しかったですけど。手で作るけど、手ってかなり細かいことまで分かるから、ちょっと粘土触ってみて、あーちょっとやっこすぎるなとか硬すぎるなとかって言って調整とかもするから、本当に反復で結構何回もやってやっとちょっと慣れてくる。あと厚みとかも手でこうやって触ると、あーこれちょっと厚いからもうちょっと削ろうみたいなのとかも感覚ですね。修理できるから楽
ですけどね。うん、残雪湯っていう名前をつけた上薬。うん、ここら辺の土が鉄分が混じるの で、その鉄分のある土に白い上薬それかけると縁のあたりがちょっと黒っぽくなって、でそれが春先の風景のようだっていうことから残雪湯っていう名前をつけたっていうのを聞いてます。